over there. The first World Bank. Okay, get out and get to work. みなさんこんにちは。あんなこと言っておきながらパイダイ動画を投稿した、霊夢です。だからマジでL4D にどうするんだぜと、マリサだぜ、で、本気でどうするんだ。いやもちろんなんとかするつもりだよ。でもやっぱね、気分がね、またそれかよ。まあ仕方ないね。何が仕方ないの。マリサ今回ペイデイ動画なのに何も実況してないよまだ。おっと、そうだった。今回はペイデイ2というゲームを実況していくぜ。ペイデイ2は強盗ゲームだぜ。直訳して給料日に、今回から給料日にを実況していくつもりだぜ。ちなみに難易度は基本的にワンダウンでやっていくよ。この難易度はゲームの中で一番難しいんだぜ。そんで普通に戦うと勝てないのでステルスで行くぜ。今はカメラ室を制圧してペイジャー応答してるよ。ペイジャー応答は警備員を殺すと必ずしないといけないぜ。でないと、通報されて。あーマリサってことになるからだぜ。カメラ室を制圧するとカメラを気にしなくてよくなるよ。カメラがあるとステルスは結構辛くなるので先に潰しておいて損はないね。それで今は銀行のマネージャーからキーカードを手に入れないといけないぜ。あいつがマネージャーだよ。だからこそ潰す。マリサ今警備員倒したよね。やばい、全力でペイジャー応答しなければここで終わってしまう。ああ、今日の晩飯はドンカツでございます。え、異常なんてないです。マネージャーが心臓発作で倒れたぐらいです。いや、だぜ。そんな応答でいいのかよ。今は配電盤をいじくってるよ。これは2階にランダムで置いてあるのでステルスの際は、これを配線し直さなければいけないよ。そういえば言い忘れたけど今回はフレンドさんとやってるよ。この人がフレンドさんだよ。この人は結構これからも出たりお世話になると思うので、この動画の登場人物の一人です。さて今からセキュリティコードを手に入れに行くよ。セキュリティコードは1階のパソコンにランダムで入ってるよ。まあどれがコードかわからないから完全に運だね。見つけたぜ。でも現在問題が発生中。前方に警備員がいて通れないんだぜ。これは、早くどっか行ってほしいやつですね。マジこんなとこで止まる警備員とか。キチガイだわ。キングクリムゾン。さてあれからフレンドさんと合流して、下にいる内通者に会うところまで来れたよ。ここにいる内通者は脱出場所やゲートを開けてくれたり、いろいろと使えるのでいいやつですね。逆に使えない内通者とかいらねえ。さて奥に来ました。金庫室は目の前なんだけど、警備員が多くてうまくいけないんだぜ。というよりも、向こうの見える部屋でキーカードなんやらしないと、入れないんだぜ。難易度がどうも最高なだけあって、警備員の数も結構多いわね。多少隙を見計らっていかないといけないな。マリサーとペイジャー何回できるの？ペイジャーはあと2回の技だぜ。じゃあ、霊子を殺してないのね。あ、言い忘れたけどペイジャーには回数制限があって、4回までしかできないよ。4回は一理4回ではなくチームで4回だぜ。なのでその辺はうまく連携しないといけないぜ。ペイジャー応答が2回までしかできないのなら、ここは完全に制圧できないじゃない？そうなんだよ。霊夢、まあまずここにいるピーポーをぶちのめす。これはひどい。なんだよ霊夢、犠牲は必要なんだぜ。いや、拘束しろよ。知らんな。いやいや、かわいそうやろ。最終的に、勝てばよかろうなのだ！おいー。いや、霊夢コラテラルダメージだよ。いた仕方ない犠牲だったのか。まあ後でその死んだ民間人の墓に、報酬を 0.01 割を得といてやろう。ひどいな。あとやろうってなんで漢字にしたし。ジロー。違うわ、あとジローは帰れ。あーマリサー。ジローは死にました。いいやつだったよ、多分。さてあれから警備員を塗り倒した後、なんとなく金庫室に入れそうな予感がしたので入ってみました。めっちゃ金があるぜ。これだけあったらうまい棒が何個買えるのだろうか。
あ、ちなみに主はうまい棒は明太子味が一番好きだぜ。10円あればうまい棒買う人間だからね。まあマリサはもちろんうまい棒バナナ味。なんだ。すいませんでした。さてこっからはバッグを上に持っていきながら、警備員の目をかいくぐっているだけなので、倍速でお送りします。GO!それでバッグをすべて送ったので脱出地点に向かうぜ。脱出地点に向かう途中で警備員に見つからないようにしないとね。で、内通者についていけって言われてるんだけど、普通についていったらバレるよね。真っ黒もびっくりですね。内通者はいいけど、こちとら民間人前でサングラスかけるだけで、通報されてしまう立場なのでうまく動かないといけないぜ。サングラスかけただけで通報とか。まあ他にもこの世界の警備員は、ただバッグを見ただけで通報するからな。中身が何か知らないのに。てかやばい、これはやばい。うおーおお、バレてない。はははは。ウォッチドッグ2の力を見たか。この完璧なプロ技よ。警備員も何がいたのか気づいてすらないぜ。そしてこの草の廃用である。私思ったんだ。この警備員ども、もう目の視力霊なんじゃねえ。あ、警備員がバカだったのか。あはははははは は。よし、出口にダッシュだ。さて銀行からは出れたけど、隣のビルを制圧しないといけないね。ふ、任せるがいい。キングクリムゾン制圧完了。わあ。編集の力ってすごいねー。あとはバッグに詰めて脱出だぜ。なんだかんだ成功してるけど、一応多分2回ぐらいはやり直ししてます。さて今回はフレンドさんもいて手際よく進んだので、フレンドさんに感謝だぜ。このフレンドさんには次回のワンダウンにも登場していただきます。正直このフレンドさんがいないと困ることも結構あるので、すごくありがたいですね。ここまでこの難易度に付き合ってくれてるこのフレンドさんに感謝です。さて、もうそろそろ締めないとな。そうだね。マリサ。おう。それでは皆さん今回はファーストワールドバンクを、無事にワンダウンでクリアすることができたので、ここら辺で締めたいと思います。次回もワンダウンの動画を投稿する予定なので、どうぞ次回もよろしくお願いします。それでは皆さんここまでのご視聴、ありがとうございました。次回もよろしくなんだぜ。そういやレイム L4D にどうするんだ。あ、大丈夫だよ。それもちゃんと投稿するよ。そうだといいんだが。